どうもこんばんは、ピエロです。今回は警察や特定班、探偵などがよく使う個人情報を特定する技術についてお話ししていきたいと思います。あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。特定班。特定班とは SNS の写真や位置情報を使いターゲットの居場所を特定することができる人たちの総称です。実際こういった特定班が使う技術は警察や探偵だけでなく今ではストーカー行為の常套手段として使われます。こんなデータがあります。ストーカー被害を受けた女性は2000年から現在までのたった19年間で被害者が2000人から約2万人の10倍に跳ね上がっており、さらにストーカーの被害者は 88% 以上が女性、加えて被害者を年代別に分けると20代がダントツで多いんです。なぜそれほどまでに被害が増えたのか、加害者は一体誰なのか、その結論を国が出しました。公安委員会の調査によると約1万件のストーカー被害の原因は初めてできた交際相手なんです。別れた後に起こるもつれ、そこから生まれるおぞましいほどの嫉妬、その嫉妬は監視行為へと変化し最終的にストーカー被害へ発展。しかし別れた相手からのストーカー被害、そんな被害今に始まったことではありません。ただ時代は変化し、インスタグラム、ツイッター、LINE、Facebook、カカオ、多くの監視ツールが世の中に出てきただけなんです。これは他人事ではありません。今回この動画で説明する特定班の手法は、実際に現在も警察が犯罪者を特定したり、ストーカーが SNS のみでストーキングするときに使われている手法です。私自身迷いました。実際に放送すること自体があまりよろしくないのではないか。犯罪の手法が拡散するだけではないのか。しかし、蓋を開けてみれば、ネットでこの手の手法はすでに大量拡散。その手法を知っているのは加害者側だけ。今、想像もできないほどの人が毎日怯えながら苦しんでいるのです。加害者が手法を知っていて、被害者は知らない今。私がこの手法を公開する意味は、近年増え続けるありもしない陰謀論やネットストーカーを牽制するためです。特定されたら、特定し返し、ひるます。今回の動画のお話は、自分の安全だけでなく、大切な人の身を守る技術として、覚えておくことを強くお勧めします。以前ツイッターでこのような投稿が挙げられました。ある主婦が、私は SNS を見るだけであらゆる個人情報を特定し催すことができる、1万円で依頼を受けますというものです。特定できる情報は目を疑うものでした。本名、交友関係、好きな食べ物、趣味、嗜好、さらには電話番号、家族構成、卒アルの写真までを特定できるというのです。そんなことが本当に可能なのか。しかし実際に事件は起きました。スーパーにて子供が購入前のチーズに噛みついた画像を親が投稿、そのチーズを購入しなかったことも後に判明、そして炎上。驚くべきことはここからです。なんとこの写真1枚で本名、年齢、体重、両親の写真、家族構成、母親の卒アル、虐待の疑いまでを特定したのです。もう一度言います。この写真たった1枚からです。これだけの大量の個人情報を誰が特定したのか、私自身もこれには驚きを隠せませんでした。なぜなら特定したのは一般の主婦だったからです。また他にもフジテレビ偏向放送デマ事件、これは有名ですね。フジテレビが連日にわたって韓国系のドラマなどを流し続けてるのに対し、デモがフジテレビ前で行われたものです。これに対しフジ関係者の愛氏、通称井上氏がこのようなツイートをしました。そのツイートが大炎上、ここから特定班が動き出します。特定班によりツイッターの発信位置情報が特定、おおよその家の位置がネットに拡散、 Facebook 写真の車のボンネットから自宅を特定、井上氏はすぐにツイッターの画像やアカウントを消去したがキャプチャーを取られており、時すでに遅し、井上氏の住所、家賃、室内動画、床面積、間取り、部屋番号、車のナンバー、 YouTuber アカウント、それらが大量にツイッターに拡散されました。まだ終わりません。特定班はこの井上氏に対しどれだけの恨みがあったのでしょうか。この後井上氏は世界中の晒し者になりました。特定班は何をしたか、なんと世界一の検索サービス Google のトレンドランキング1位に井上氏の本名を載せたのです。 Being でもライブドアでも MSN でもなく Google にです。文字通りこうして井上氏は世界中の晒し者となったわけです。この一連の流れは2チャンネルで爆発的な影響を及ぼし、2チャンネルではこの特定班は神と崇められるほどになりました。この特定班もまた一般の主婦でした。これは警察がチームを組んで捜査したのでもなく、ハッカーが乗っ取りを行って特定したのでもなく、一般の主婦が全てやったことなのです。今回はどうやってこれほどの個人情報を一般人が特定することができたのか、実際にその方法について詳しくお話します。
ストーカーやこういった主婦など多くの特定犯が使う特定手法の一つに精密特定法というものがあります。これは現在警察の捜査方法としても活用され、実際誰でも簡単に SNS から他人の住所を特定できる方法でもあります。この精密特定法に必要なものは3つです。警官情報、近所情報、消防情報。では少し具体的に見ていきましょう。まずは警官情報。警官情報とは窓やベランダから撮影した写真を言います。しかしこれだけではどこから住所を特定したかわからないので、次に近所情報。標的の SNS を調べ上げ近所情報を得ます。近所を検索し近所情報を入力するのです。 Twitter では Chrome アカウント名近所をコードの検索機能の検索窓に入力することで可能です。出てきました。この女性は近所の駅が駅であるというので駅周辺に住んでいることがわかります。そして最後に消防情報。本当にこの辺りに住んでいるのか様々なツイートから判別するのです。中学生になってもイオンがあるからという情報より中学校の前にイオンがあったので駅周辺に住んでいることはまず間違いないでしょう。またあるツイートからは家の窓から小学校が見えるということなので、この小学校周辺でしかもグラウンドが見える方角5階以上のマンションに絞られます。そうすると3つのマンションが炙り出されました。最後にこの写真から団地というのが推測できるので団地で間違いないでしょう。日曜8時に仕事が出ることが分かったので待ち伏せ、あとは実際に足を運び、8時10分頃にマンション裏路地を歩く女性を見かけたので本人だと推測、車で待機し女性のツイッターを確認、夜10時頃買い物したツイートが上がり、そのすぐ後朝見かけた女性がコンビニの袋を下げ帰宅してくるところを発見、ベランダで電気をつくのを確認し800号室であると部屋を特定、その後女性の DM に家の住所部屋番号まで細かく送れば完了です。こうしてただ SNS で見かけただけの女性の顔も住所も仕事先も家族構成も特定し、女性を24時間監視できるようになったのです。いかがですか？たった1枚の写真からです。また他にも生年月日だけで業者から女性の住所名簿を購入したり、鍵アカウントであっても友達のツイッターを検索し、あなたの情報を探し出すこともできます。結局私たちにはどうすることもできないのです。特定犯に狙われたら最後、全てが暴かれます。最後に実際に起きた特定犯たちの冷やかしの事例をご覧ください。こちらは何気なくアップされた牛肉の写真画像。特定犯はその牛肉の右下にある個体識別番号を調べ上げ、どこで使われているかを特定し、投稿者の住所をネットに拡散。またこちらも何気なくアップされたセミの画像。特定犯はこのセミではなくその背景から場所を特定、その時間およそ3分。最後にこちらポケモン GO の画像も同じように一瞬で特定されました。いかがだったでしょうか？プロの特定犯は個人の住所や家族構成など30分もあれば全て調べ上げることができます。その正体は警察でも探偵でも特殊部隊でもなく一般人であるという事実。またインスタグラムなどの画像コミュニケーションツールにより特定のやりやすさも格段に上がっています。実際に近年急増するネットストーカー被害もこの手の手法が急増しています。あなたはインスタをやっていますか？私はあなたのインスタを見れば3分で住所を特定し、5分で家族構成交友関係を特定し、10分でその詳細を DM に送ることができます。その他大勢の一人でしかなかったフォロワー、もしそのフォロワーからあなたの家の郵便受けに手紙が届いた時、心の傷は癒えるのに相当な時間がいります。私は大丈夫だ、本当ですか？もしあなたが日常をよくつぶやいているなら、もし家族に女性がいるなら気をつけてください。ストーカー被害というのはいつも明るい人ほど誰にも言えずに困っているものなのです。今日はここまでです。もしまだチャンネル登録がお済みでないのなら登録をよろしくお願いいたします。この動画をぜひあなたの周りにあなたが広めてあげてください。子供が女子高生を集団リンチで暴行しコンクリート詰めにして殺害、ストーカーが女性をバラバラにし衣装ケースに詰めてアムに捨てる、世の中とは無知で残酷です。あなたの信じる常識が通用しないとき、もし自分の身に何かがあったとき、あなたは反撃する準備ができていますか？